チャールズ・グリーンの肖像画、チャールズ・グリーンはイギリスの気球下である。高価な水素ガスの代わりに石炭ガスを利用することを考案した。1821年7月19日に石炭ガス気球で初の離陸。職業的な気球乗りとなり、1835年までの間に200回の飛行を行った。1836年には、 ロイヤルボックスホール号でロンドンからドイツのバイルブルクまでの 770km を飛び、長距離飛行の記録を更新する。この記録は1907年まで破られなかった。1852年に引退するまで累計500回以上の飛行を気球で行った。グリーンは気球の層だと高度調整を補助するガイドロープの発明者でもある。イギリス気球飛行船クラブは 特筆すべき飛行を達成した人物もしくは気球の分野に技術的貢献をした人物に対して彼の名を冠したトロフィー、チャールズ・グリーン杯を贈っている。このトロフィーは元はグリーン自身がノーホークでの飛行に対して製鉄業者リチャード・クローシェイから贈られたものである。例えば気球による史上初の世界一周飛行を成し遂げた。 ベルトランピカールとブライアン・ジョーンズが同賞を受賞している。チャールズ・グリーンは果物やトーマス・グリーンの息子としてロンドンに生まれ、早くから家業を手伝った。彼が初めて飛んだのは1821年7月19日である。政府の命によるジョージ4世即位記念飛行であり、ロンドンのグリーン公園から離陸した。この飛行は気球に 石炭ガスが使われた史上最初の例でもある。当時、純度の高い水素ガスは高価であり、なおかつ気球を膨らませるほどの量を発生させるのには時間がかかった。これ以降、グリーンは526回の飛行を行っている。1840年には気球による大西洋横断飛行を計画し、6年後には実行に移すことを提案した。グリーンは マーサ・モレルという女性を妻にしている。息子のジョージ・グリーンは、ロイヤル・ボックスホール号で83回の飛行をしている。チャールズ・グリーンは、息子より6年も長生きし、ロンドン市ホロウェイの自宅にて1870年3月26日に、心臓病で死亡した。ジョン・ホリンズが、1836年、バイルブルクへの飛行に先立つ怪奇風景グリーンの気球。 1836年、ドイツ、バイルブルクにて、1836年、ボックスホール公園の所有者であるガイアンド、ヒューズ社の資金で、大型気球、ロイヤルボックスホール号を制作。これも、石炭ガス気球で、溶石は約7万立方フィート、浮揚力は約5000ポンド、ガイドロープを装備していた。9月9日に8人を乗せて初飛行。 9月21日には11人を乗せて飛んだ。そして11月7日、議員ロバート・ホランドとフルート奏者モンク・メイスンを伴い長距離飛行に臨んだ。彼らは午後1時半にボックスホール公園から離陸し、夕方にはドーバー海峡を越え、翌朝7時にドイツのナッサウ公社区領、バァイルブルクに着陸した。18時間で約500マイルを飛んだことになる。 この飛行を祝って、ジョン・ホリンズが描いた絵は、今日では、ロンドンのナショナルポートレートギャラリーに置かれている。ロイヤル・ボックスホール号は、この飛行を記念して、ナッサウの大気球号に改名された。ナッサウへの飛行の翌年となる1837年7月24日、ロバート・コッキングのパラシュート実験のために、ボックスホール公園から離陸。エドワード・スペンサーも同乗した。 B に近いバーンとアッシュ農園の上空5000フィートまで上昇したところでコッキングは自作のパラシュートで降下した。コッキングは地表に叩きつけられて死亡した。気球はその夕方、ケント州タウン、モーリング近郊に着陸した。グリーンが仲間の死を知ったのは翌日のことであった。1822年8月1日、グリフィスという名の新聞記者を伴って、 シェルトナムから飛行した。グリーンの飛行距離について、賭けが行われておりおそらくは、その関係者がロープを傷つけたため、ゴンドラは離陸直後から脱落し、グリーンとグリフィスは、昨日の下部の輪に捕まって、難を逃れた。彼らはその危うい状態のままで飛行を続け、さらに危険な着地に挑み、継承は追ったもの無事に着陸した。このような飛行は、気球の歴史上、他に類を見ない。 1827年に、バークシャー州で行った69回目の飛行では、同州レディング在住のモーモクローアの紳士、エイチ・シモンズを同乗させた。同州ニューベリーから出発したが、激しい雷雨に巻き込まれ、気球は危険にさらされた。41年8月17日のクレモーンからの、飛行では4つ目怒りのせいで、ゴンドラがひっくり返り、彼とマクドネルという同乗者は危うく、 空中に放り出されるところであった。1828年8月16日にはポニーに、またがったまま気球に乗り込み、ロンドンのシティロードから離陸。半時間ほど飛んで、ケント州、ベッケナムに着陸した。1838年には、エセックス州エルセナムホールのジョージラッシュから、資金提供を受けて、二度の実験飛行を行う。初回、 9月4日には、ラッシュとスペンサーが同乗した。彼らは19335フィートまで上昇した後、エセックス州サクステッドに着陸した。二度目の飛行は9月10日に実施された。石炭ガスの詰まったロイヤルボックスホール号が二人の人間を乗せて高高度に到達できるか実証することが目的であった。グリーンとラッシュが乗り込んだ気球は、 27,146フィートの高度まで到達した。気圧計は30.50インチ HG から11インチ HG まで下がり、温度計は下肢68.1度から下肢5度まで下がった。気流に乗ったロイヤルボックスホールは1時間で180マイルの距離を飛行した。1841年3月31日、ブランスウィック公爵、チャールズ・フレドリック、 ウィリアムと共にヘイスティングスから飛び立った。5時間後、北フランスのブローニュシュル、メール近郊のヌフシャテルに着陸グリーンが最後の公開飛行をしたのは1852年9月13日でボックスホール公園が離陸地点であった。グリーンは気球の上昇、下降を制御する。ガイドロープの発明者である。これはゴンドラから垂らしたロープと巻き上げ機からなる。 システムである。ロープは先端が地面に接触していない時は単なるバラストだが地面に接触している部分があるとその部分の荷重が気球から低減される。ロープを繰り出せば繰り出すほどロープの地面に触れている領域が増えるため気球にかかる荷重は減り気球は上昇する。上昇するとロープの設置長は減るために気球への荷重が増え気球は少し加工する。 つまり、気球が釣り合いの状態にあった場合、ロープをある長さだけ繰り出すと気球は、その長さよりは少ない高度だけ上昇したところで新たな平行状態となる。よって、ガイドロープを使えば、ガスの放出とバラストの投下という不可逆な操作に、頼らずとも高度の調整が可能になるのである。水上では浮きをつけて使用したという。後年。 北極海を飛行したサロモン・アウグスト・アンドレイもガイドロープを気球に装備した。ありがとうございます。